リードシクティスプロブレマティカスは中世代ジュラ紀後期に存在した魚の一種で確認された中では史上最大の魚類である。俗名、リーザグシースはラテン語でリーズの魚を意味し、第一発見者の化石収集家アルフレッド・リーズに種商名プロブレマティカスはラテン語で問題のあるものの意味であまりに大きい化石でどのような生物であったのか想像しがたい。 と形容されたことに由来する。人との大きさ比較1889年に、イギリスのピーターバラで、初めて発見された。見つかった箇所は尾びれ、えらぐし、頭蓋の一部、若干のあばら骨など、断片的なもので、正確な全長はわからない。あとの1984年、同所で同じパキコルムスカに属す、甲骨魚アステノコルムスが、 また翌1985年には3メートルに及ぶ尾びれの部分が発見された。このアステノコルムスは尾びれの7倍の体長を持っており、リードシクティスの尾びれと体長がそれと同じ比率で、あるならば尾びれから推定される体長はおよそ21メートルとなる。また、頭骨の幅からの推定では約28メートルと、白長スクジラに匹敵する大きさに見積もられている。 このほか、絶学軟骨から推測される最小の推定値でも14メートルで、史上最大の高骨魚とされている。2013年までに5つの個体の化石を調査した結果、その中で最大のものでも16.7メートル前後と推定され、幾分か小さくなった。フィルターの働きをする4万本以上の細かい葉を持ち、原生のジンベイザメやウバザメやヒゲクジラ等と、 同様、プランクトンを露化接触する温和な性質の魚だったと考えられている。化石からメトリオリンクスの歯が発見されており、またリオプレウロドンなど、さらに大型の捕食者にも襲われた可能性もある。巨体ではあったが、捕食者への対抗手段を持たなかった。ありがとうございます。